ちゃんと見ると でかいっすよ結構。いらっしゃいませ。なんか電話した最近。それあれだったんですよ、あのバンさんと、うん、ウェスカーさんがストロークのプライドバトルするんで、ナシマさんも来るから行きたかった行きたかったか最初構想が起きかけて打ち合いだったんですけど、相打ちだったんで続きはストロークでってなって、すごいな。どっち勝ったのちなみに。いや、なんかなあなあになっちゃって、結局なんかその接続問題でなあなあになっちゃって、筋肉でって感じですか。いや、そうなんですよ、結局多分やったんかな、ちょっと分かんないですよね。はじめまして。あ、こんにちは。こんにちは。すごい顔。どちらさん？川中です。あ、川中さん。そうですね。はい、あ、スワット。あ、スワット。こんにちは。ですね。スワットの方なんですね。なんでハッピー来てるんですか？カジノのオーナーです。え、ハッピーいいじゃないですか。楽しくて。ハッピー。あ、まあ確かに愉快が。すごい来ましたね。じゃあごちそうさまでした。あ、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあごちそうさまでした。はい、まあ、なしまさん、まあ、でもそうか、電話の件か。あ、そう、たまたま近くいたからさ、起きた。あ、そういうことっすね。何だったか聞きに来ちゃった。そうか、なしまさんって、はいはい、本当なんでらっしゃる。あー、そうです。え、知ってるんですか。前ここでね、はい、店長とやらせてもらったんですよ。あ、鶴木くんと。はい、どうでした彼は。まあ、ぼちぼちでしたね。でも嬉しいけどな。全然ぼちぼちだったな。なしまさんもやられたんですか。あ、やりました、やりましたよ。おお、まあ、勝ちました。まあまあまあ、まだ彼、まだまあ、ぼちぼち。まだ、ぼちぼち。いや、普通に嬉しいよ。俳句は出るの。ああ、俳句はね、確かに。彼はもう、全然嬉しい、全然嬉しい。話したら終わり。話せば、話す。話せば、まだ彼、対応できないですから。ああ、結構、話すタイプ。いや、まあ、人によってです、人によって。時と場合によって。そんな頻繁にとりあえずパナス。あ、とりあえずまあ通るならですよ。じゃないわけじゃない。あ、そうそうそう。通るからトライするんですよ。通るからですよ。通るからね。はいはいはい。画面見ずにとりあえず入力してるわけじゃない。いや、そんなありえない、ありえない、ナンセンス。それは見てね。わかりました。またやりましょう。また？いつか。また会えばいつかやりましょう。あ、店長に言ってるんじゃないですか。あ、俺か俺か、うん、またやろう、またやろう、また来るから、また遊びに来るよ。はい、はい、遊びに来てください、いつでも。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。こんにちは。おめでとう。え、何すか。え、カジノラッキーオーナーボーナス。何これ。え、さ、これカジノで遊んでる時にオーナーに出会うと、はい、ラッキーボーナスもらえるんです。何そのボーナス。え、待ってください。え、ナシマカナさんがここのオーナーなんですか。はい。え、カジノのですか。はい。そうなんですか。自分、あの、はじめまして、お隣ミックスと言います。お隣ミックスさん。はい。何やってる方なんですか。レースとか普段してますね。レース。職業は。職業ですか。うん、職業はギャングです。あ、別に2人しかいないからそんな。まあ、どこのギャングですか。やろやです。あー、やろや。はい、最近できたって聞きました。はい、そうなんです。いいじゃないですか。連絡先交換しときます。あ、いいっすか。はい、あざます。あ、ちょっと待ってください。なんか一つ手に聞いたんですけど。はいはい。空き巣に興味があると。いや、ないですよ。あれ、鹿島かなさんですよね。はい。空き巣に興味があるって聞いたんですけど、ないっすか。オキス別に興味ない。え、興味ありますよね、なしまさん。あ、まあまあ興味ある気してきたな、少し。昔やってましたね、昔。あ、昔はやってたんですか。はい、昔やってたんですけど、稼ぎ少なくてやめちゃって。あ、じゃあやったことはあるんですね。一応。あー、なるほど。全然なんかやりたいとかはないっすか。はい、あ、まあ必要があればやります。必要があれば。あれかな、空き巣協会の人呼び出したからかな、一回。空き巣協会。あ、そうです、あの、会長です、自分が。ああ、会長なんだ。はい、自分が会長なんですけど。会長さんはどうも。なんかこの前、はい、うちの前に、あの、うちの前の家を買ってる人を見つけて、黄色いランプが入ってくのを見かけて、はい、で誰だろうと思って調べてたら、あの、空き巣協会のスプレーが貼ってあって。それで誰だ、空き巣協会だって思って一回呼び出したんですよ、X で。う
ません、空き巣協会は、うん、皆さんちょっと自由にやってるんで、はいはい、どういう車を使ってるか僕も把握できてないんですよ。ケンヨーさんでした確か。その後来たのがケンヨーさんで、事情を話したら、あ、それ私ですって言ってました。あ、ケンヨー、まあ一応そうですね、そう、ちょうどうちの目の前で組員ですね、協会の組員の方だったんですね、はい、あ、入ります？え？でも空き巣空き巣協会は何されてる？いや普段は空き巣ですよ、はい、空き巣しかしません。で、今してたのは空き巣じゃないですよ。ん？何ですか？今やってたのは空き巣じゃなくてカジノでしたけど。いや、ちょっと空き巣協会の服に着替えると、はい、空き巣しかできないです、ね、あ、なんかあるんですか、その空き巣協会服。え、見たいです、見たいです、それ見て決めていいですか？見たいですか？はい、じゃあユニフォーム、これを、はい、じゃあもう見たらやります。あ、じゃあ体験でもいいです。まずいや、体験とかです。え、入るか入らないかっす。これ見ちゃったらもう、これ見ちゃったらね、これやるしかないんすよね。何回やればいいんすか？まあ1回っすよ。あ、じゃあいいですよ。あ、じゃあいいっすか、じゃあ、はい、1回やります。空き巣見たら、はい、とりあえず空き巣1。じゃあこれとりあえず、これ、あ、これじゃない、これっすね。これが清掃なんですけど、刈り上げてもらいます。あ、頭も、頭も髪全部入れるじゃダメなんですか？その髪は多分入るならまあいいんですけど、入るならいい、まあ入らないパターンがちょっと多いんで、ちょっとこれは刈り上げです。まあまあ入んなかったら刈り上げてでも入れてもらう。これこうなっちゃうんですけど、まあでも見ちゃったからにはもう、那島さん1回ですもんね、最低。そうです、1回です、1回最低。まあ今日じゃなくてもいいんで、那島さん作ります？さっき服。ああ、そうですね、作っときますか。今ちょうど暇なんで。あ、今時間あります。ああ、OK です。じゃあ行きましょう。うわ、やだ。ここで、はい、手袋はもうなんかいい感じっぽいですね。これじゃあ、はい、ここで上からいいですか？はい、一旦上は、はい、わかりました。一旦止めですね。で、ズボンこうか。ズボンがいや、でもいい感じっす、いい感じっす。本当ですか？なしまさんだいぶいいっすよ、だいぶいいっすよ。なんかこのズボン、はい。で、靴先行くか。あ、わかりました。靴行きましょう。はい、49の位置です。いいっすね。これ、あとマスクが一番重要なんですよ。はいはいはい。マスクが57の16っす。57の。え、ちょっと待ってください。あー、いい感じっすね。あ、メガネも、メガネいいっすね。あ、そうなんですよ、メガネ。メガネありの、刈り上げましょう。あー、これ刈り上げて、刈り上げですね。もう帽子の中に全部入れればいいですか？これ入ってないんで、一旦そうですね、刈り上げてもらって。わかりました。じゃあ一回行きますか。あ、いいですか、三発まで。ここで、そうですね、まあ1です。あ、1なんです。わかりやすくていいですね、やっぱり。あー、わかりやすいですね。あー、完璧っす。どうです、これ今完璧っすね。一応そうです、名前の方が、はい、名前も、そうです、空き巣するときに名前が必要になってくるんです。はいはい、どういう。で、まあやっぱ白い感じなんで、はい、自分は白井太郎です。なるほどなるほど。あ、そうですよ、白井太郎っていう名前、白っぽい名前なんですね。白っぽい名前であればまあ何でもいいっすね。どうしようかな、白っぽい名前か。まあ適当にちょっとその辺はまた今度でも考えてもらって。わかりました、ちょっと考えておきます。はい、お願いします。これどうすかね、シャツインあなんか新しいパターンっす。これどうすか、結果的に。アンドミカエルはもう新しいパターンすぎて、これ通ります、このパターンは。いや、ありありありっす。あ、わかりよかったよかった、全然ありです。じゃあアンドミカエルで。ありがとうございます。その辺で了解をお願いします。わかりました、じゃあちょっとナイフとか練習しておきます。はい、すいません、ありがとうございました。あ、すいません、ありがとうございました。お世話になりました。お疲れ様です。これもありがとうございました。怖いな、絶対人に見られたくないわこの姿。